サバンナ高橋です。ソーシャルディスタンス。そして、どうも、いとしん TV から来ました、伊藤慎吾です。イエイエイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、伊藤慎先生、僕が初めて将棋コラボをやらせていただいてからですね、およそ1年が経過いたしまして、はい、久しぶりにコラボしようじゃないかということで、やってきていただきました。また呼んでくださって光栄です。ありがとうございます。そして、伊藤慎先生がなんと、この間に、6段に昇段されました。ありがとうございます。なので今回は、6段昇段記念、伊藤慎先生対僕、将棋で対局だ。ただ前回ですね、そうなんですよ、伊藤慎先生、僕19枚落ちという、伊藤慎先生が王だけ、はい、で僕が他の軍全部入れて、そうですね、20枚って、はい、この状態で僕が勝ったんですよ、はい、まあ裸の王様を全員でいたぶり倒すっていうとんでもない戦いやったんですけど、はい、鬼でしたね、あの時は。本当に今回はどうしましょうか。いや、今回ちょっとリベンジさせてください。あの、僕も6段に昇段したんで、もう去年の僕とは違うんですよ。6段になるだけで19枚落ちを攻略できる。全然違います。ただちょっとね、ハンデがきつすぎました。確かに。ということで今回はさらに2枚はい加えさせてください。わかりました。じゃあ19枚落ち2枚復活ルール。そうですね、それでいかしてください。じゃあそのルールにおいてですね、何の駒を復活させるかなんですけど、飛車と角がいいです。ダメです。なんでですか。ダメですよ、そんなものは。6段でしょ。6段です。5段ならわかるけども、6段なんですから、そんなことは言わないでください。はい、やっぱり将棋の棋士というのは、うん、駒と何十年も触れ合ってこられてるんで、もう35年やってますから、もちろん持った瞬間何の駒かは分かるはずなんですよ。触れば大体分かりますね。もっと言うと、はい、駒の音を聞けば何の駒か分かるはずなんです。僕この駒持ってないんですよ。同じ駒。いつも盛り上げの駒でやってるんですよ。いえ、駒っていうので言うと一緒なんで。まあそうですかね。なので伊藤慎先生はこっち向いといてもらって、わかりました。じゃあちょっとメガネも外します。今から僕が盤上に1個ずつエントリーの駒を打っていきます。はい、でこれにしたいっていうのを言っていただいたら、はい、成功したら飛車と角ゲットできるってことですね。そうそうですよ。いや、これ大きいですね。だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚。あ、今からサブリもありですか。金2枚になる可能性もあるってことですね。そうです、そうです。わかりました。風2枚になる可能性もあります。あ、わかりました。はい、じゃあ行きますよ。はい、エントリーナンバー1番。もう軽いですね。やっぱね、飛車とか書くと重みあると思うんですよ。エントリーナンバー2番。あ、もう2番ですね。はい、まあまだ軽いですね。これ景気オフですね。エントリーナンバー3番。今押し、起きました、ちゃんと。ちょっと思い浮かばせたな。ちょっとこれ分かんないですね。けどこれね、一つ言えることは、はい、高橋さんがね、ランダムにやってるんじゃなくて意図して置いてるってことなんですよ。1番とか2番に。だから1番2番にも下とか角は置いてこないはずです。そういう読みも、そういう読みもあります。エントリーナンバー4番。ああ、歩ですね。これは歩です。エントリーナンバー5番。もう全然分かんなくなってきました。エントリーナンバー6番。ああ、6番は結構重たい音がしましたね。6番ちょっとキープします。エントリーナンバー7番。7も大きいな。エントリーナンバー8番。これは軽いですね。エントリーナンバー9番。エントリーナンバー10番。あ、10番も重たいな。エントリーナンバー11番。なんか優しいですね。最後、エントリーナンバー12番。なんかこう、抑揚なんなんですか、その力強かったりペチョンみたいなのとか。
そこは心理戦なんですよ。心理戦なんですね、そこ、はい、いやもう決めてます。はい、6番と7番でいきます。もう見ていいんですか。エントリーナンバー6番と7番でいきます。じゃあ全軍、他の軍は撤退して、はい、伊都新軍がどうなってるのか、なるほど、見ていただきましょう。こちらです。おおまあまあですね。これはさ、いいんですか、この配置で。こうとかもあります、ありますけど、こうとかこうとか、まあ、左側に偏っていいですか。これはだから伊都新先生が決めて、あ、僕が決めていいですね。あ、じゃあこれもちろんこうバランスよく配置しますね。待ってよ、こっちの方がいいかな。こっちの方がいいですね。こっちの方がいいです。では6段昇段記念19枚落ちリベンジ、はい、帰ってきたね、金と銀、始めたいと思います。はい、お願いします。いや、よかったですよ、風2枚じゃなくてよかったです。これの色だけ聞いてもらっていいですか。色？はい。それ何色ですか。心が整う緑です。聞いたことありますそれ。まあね、それは家物なんですけど、こっち多いお茶なんですけども、その辺は大丈夫ですか。あの、怒られないですよ、家物の方に。これ家物じゃないぞって怒られないですか。大丈夫です。僕はお茶にボーダーレス、何言何もないですね、よく見たら。しかも、はい、1年前の僕とは違いますからね。え、何級ですか今。将棋坊主、はい、6級です。6級。いや、結構6級強いですよ、もう。将棋坊主6級で、でもこの1年間で、はい、それこそ藤井聡太さんと対談させていただき、藤井聡太さん、渡辺名人と名人対談させていただき、はい、中村太地先生、はい、高見太地先生とサウナに行かせていただき、サウナに行かせていただき、何なんですか、ちょっと変わりましたけど今。瀬川昌司先生と、はい、麻雀をさせていただき、おお、気力が上がらないわけがないんだから。最後の2つはどうなんですか。サウナと麻雀は。僕ですか。あ、僕です。あ、19枚落ちの時僕は無敵ですからね。負けたことないんですか。まあ、あのハンデでは1回しか戦ったことはないですが。ただ今日はもう17枚落ちですからね。だいぶ僕なんか前よりは攻めの姿勢でいってますんで、うん、じゃあ僕も攻めでいきます。あ、あら、じわじわきますね。でも金銀結構使いやすいですね。おっと、え、嫌な展開。桂馬もういただきました。
冷静ですね。意外とファインプレーかもしれないですね、それ。この成金がこう行けなくなったんだよ。でしょ。これ以上前行けないですね。ここまで読んでの試合折りだったのか。腕上げましたね。王と少ない仲間がスクラム組んでスクラム組んで突破しに来てる。もう入玉狙いですよ、こっちは。
あ、ありがとうございました。六段昇段おめでとうございます。うわあ、ええとこなしやった。いや、そんなことなかったですけどね。こっちこっちこっち寄せに行ったじゃないですか、最後。あれってありました、罪。いや、罪はなかったんですけど、金庫上がったとこでこう入られちゃったんですよね。馬で来た方が良かったかもしれないですね。馬で来ればこう引かせることができたんで、まだ分かんなかったと思います。金銀が良かったですね。金銀がラッキーでした。いやでもそう、金銀がスクラム組んできたら、うん、襲いかけてきたらめっちゃ強いですね。いや実は角よりいいかもしれないです、金の方が。角だと交換になっちゃうんですぐ。おー、飛車は多分一番いいと思うんですけど、次は金と銀かもしれない実は。なるほど、うん、金銀を選んだその聴力そこもすごい。聴力は鍛えてないです、35年間。いや、圧倒的聴力の騎士というので売り出していくべきですよ。いやー、いやー、やっぱ6段は違うわ。で、僕の気力はどうですか？3段は無理ですかね。3級です。奨励会、え、奨励会だったら30級です。あー、悔しい。リベンジ達成できてよかった。お見事でございました。ありがとうございます。また対局してください。はい、ぜひお願いします。